イオン金山店の1イオン金山店は愛知県名古屋市中区金山一丁目にあるイオンリテール株式会社が運営する大型商業施設である。旧大英時代の店番号は0762。金山駅前に存在する。大英旧店舗時代の正面入り口地上6階、地下1階で地下2階にはラーメンのすがき屋のみが入店しているという比較的珍しい構造でもあった。 店番号は0260。開業当初は、金山ショッパーズプラザが名称だったが、先の名称は公式には使われず、大英金山店の名称を表向きは全面に出していた。店舗老朽化に伴う改築のため、2012年9月30日で閉店した。二代目、大英金山店の正面入り口。二千十四年六月十七日撮影当初の予定では、 建設は2013年5月、竣工は2014年6月、オープンは同年6月を予定していたが、2014年7月3日にリニューアルオープンした。建物は地上3階、地下2階建てで、鉄骨鉄筋コンクリート構造、鉄骨構造、逆打ち工法が採用され、特に地下の工事では苦戦を強いられたとされる。 全国で初めてビジネスマン向けの売り場であるビズ・コムを導入。地下1階は旧店舗時代の約2.8倍になる大規模なものとなり、いわゆる昼食分野の強化を図っている。正面入り口そばにはイートインスペースが用意されている。なお、1階と地下1階の商品に関しては、どちらのレジでも生産可能になっている。ワオニやマナコなどの交通系電子マネーなどの 電子マネー決済に対応し地下2階を除く各階に和音のチャージ機が設置され、1階には有人レジ以外にセルフレジも導入された。なお、端末機は NEC 製の飾っピが用いられた。ネットスーパーは2014年7月25日に導入された。11月には日用品の一部が地下1階の食料品売り場で購入できるように、 なるなどのリニューアルを行っている。2015年9月1日にイオンリテール株式会社に同店の営業権が承継。承継時は大英のままで営業が継続されたが、同年9月27日をもって大英としての営業を終了し、10月1日より正式にイオンへ名称変更された。二日間の改装の後、二千十五年九月三十日よりイオン金山店として、 リニューアルオープンした。大英時代との違いは、2階にミニサロン及び2階と3階に、休息用の背もたれのない椅子が設置された点である。2代目、大英金山店オープンから設けられていた、イートインスペースは2018年1月16日を、もって全面撤去され、イベントスペースに変更となっている。なお、マナコとワオンポイントの併用が可能になった。ただし、マナコは、 スイカとして取り扱う。ありがとうございます。